米村敏郎は、日本の警察官僚。第87代警視総監、第17.18代内閣危機管理官を経て、内閣官房参与。2020年東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会、チーフセキュリティオフィサー。兵庫県西宮市生まれ。熊本県出身。京都大学法学部卒業。 1974年、警察庁入庁。主に警備公安畑を歩み、外務省出向も経験。警視庁では、警備部、第二機動隊長、神田警察署長、警備部警備第一課長、警務部人事第一課長、公安部長、副総監を歴任。警視庁幹部在任中は、JR 浦和電車区事件や松崎明による、 JR 東日本労組組合費横領疑惑に関する JR 東日本への強制捜査に反対した。2003年に警察庁長官官房審議官に就任し拉致問題を担当。2004年に小泉純一郎の二度目の包丁に同行した。2006年に警察庁警備局長に就任し、前述の拉致問題の捜査統括式を担当した。 2008年に、前任の八代隆義に代わって、第87代警視総監に就任し、2010年1月18日付で退職した。その後、2011年12月27日に、前任の伊藤哲郎に代わって、第17代内閣危機管理官に就任した。 2014年2月28日、内閣危機管理官を退任し、第2次、安倍内閣の内閣官房参与に就任した。2014年3月、内閣官房参与退任。2021年、随法、重光は明受賞。ありがとうございます。